iOS15 は Apple が開発しているモバイルオペレーティングシステム iOS の15番目のメジャーリリースである。開発者向けベータ版は2021年6月8日に配信され、パブリックベータ版は同年7月1日に配信され、正式リリース版は日本時間2021年9月21日午前2時に配信された。 2021年6月7日 COVID-19 感染拡大防止の観点からオンラインで開催された WWDC2021 で発表された対応端末は iPhone6S、6S プラス iPhoneSE 以降の iPhone と iPod Touch iOS13 及び iOS14 でサポートされたモデルに引き続き対応。10、灰色は 過去のバージョン、オレンジは、現在のバージョン、青は、最新のベータ版。iOS15 では、FaceTime 通話中の他のユーザーに音楽を聴いたり、映画を見たり、画面を共有したりすることができる機能、シェアプレイが導入された。iOS15 では、FaceTime にグリッド表示とポートレートモードが、追加された。また、空間オーディオや雑音を減らす機能も追加された。アップルは、 新たに追加されたリンクとカレンダーイベントにより、Windows や Android 端末の Web ブ,ブラウザから FaceTime の通話に参加することが可能になった。集中モードは通知を後回しにしてフィルタリングするためのもので、睡眠時や仕事中など様々な場面で集中モードを有効にすることができる。有効にしている間に表示されるアップや通知は利用者が個別に選択できる。また、 集中モードを有効にすると、仕事などに関連するウィジェットやアップを表示することができる。カメラアップ、または写真アップから画像にあるテキストや物などをスキャンし、情報を摘出できるようになった。また、表示されているランドマークや花などを直接調べることが可能になった。サファーは再設計され、タブグループ機能が追加された。これにより、タブを整理したり、 タブグループ全体を共有することが可能になった。これまで MacOS のサファリで使用できたブラウザの拡張機能は iPhone と iPad の両方で初めて利用できるようになった。また新しいスタートページが追加された。マップアップリではランドマークや交通信号機、バスレーン、自転車レーン、横断歩道などの都市の 3D モデルがより繊細に なり、拡張現実を使用したナビゲーションには AR が使われている。また、特定の公共交通機関のリアルタイムの時刻表をピン止めすることが可能になった。天気アップはユーザーインターフェースが一新され、新しいアニメーションやフルスクリーンでの天気図が表示されるようになった。ウォレットアップは、 米国の一部の州で発行された運転免許証などの身分証明書を追加できるようになった。この情報は暗号化され、Apple Pay と同じくセキュアエレメント内に保存される。自宅やアパート、ホテル、オフィスなどのデジタルキーに対応した。またこのバージョンにより、スマートヘルスカードの使用に基づいた検証可能な COVID-19 のワクチン予防接種、または検査結果の記録を ウォレットアップにダウンロード可能になるとの発表がされた。通知センターのユーザーインターフェースが新しくなり、アイコンが大きく表示される仕様になった。新たに通知要約機能が追加され、特定の時間に緊急性がない通知をまとめて表示することができる。メッセージアップでは一部のユーザーインターフェースが再設計された。これによって複数の画像を送受信する際、スワイプや タップなどのジェスチャー操作で画像をすり替えたり、選択になった。また、新たなメモ字が追加された。その他、以下の機能が追加された。iOS13 及び iOS14 に対応したすべての端末が iOS15 にも対応している。以下は iOS15 に対応している端末の一覧である。iOS15 の配信当初は、この機能が利用できなかったが、 iOS 15.1から使用可能になった。2021年9月23日現在、iOS 15.1ベータ版に搭載され、カリフォルニア州のワクチンパスポートがダウンロード可能となっている。ありがとうございます。